どうも、学生筋肉料理人のだるまです。いつもご視聴いただき本当にありがとうございます。さて、今回はですね、この夏減量したい方にとってもおすすめなバター醤油のジャーマンアボカドというものを作っていきたいと思いまっちょね。今回はジャーマンアボカドということで、アボカドを炒めることになります。ですので、アボカドが硬くて食べられないという方にもおすすめレシピとなっております。今回は原料食として紹介しますが、ビールのおつまみにもとっても合うので、ぜひ試してみてください。それでは早速作っていきまっちょ。マッチョによる豆っちょ知識。アボカドって実は果物なんですよね。ダレウマポイント。今のようにスプーンで、アボカドを取り出してもいいんですけれども、スプーンでやるのは少し面倒くさいですよね。ですので、もう少し簡単に、そして確実に上手に皮を剥ける方法をお伝えいたします。まずアボカドを半分に切って種を取り出し、皮の方を上に向けます。そして半分、このように切っちゃいます。半分を切ったら、あとはここから皮をペロペロッチョペロペロッチョ剥きます。ペロペロッチョ、ここから皮をよいしょペロペロッチョすると、きれいに皮を剥くことができます。フライパンをセット。ダレウマポイント。このように油が冷たい状態から具材を入れてじっくり炒めることで、ニンニクとベーコンの香りと旨み、そして玉ねぎの甘みをオリーブオイルにしっ
かりと引き出すことができましたね。うわ、最悪っちゃ。今日もナイスマッチョ。料理を楽しみながら上達できるダレウマ部、詳細はチャンネル説明欄から。マッチョ。まずはもちろんハイボールから。マッチョに幸あれ。キンキンに冷えたハイボールをごくっちょごくっちょと飲み干すダレウマ。程よい疲れがお酒を美味しく飲むための一番のスパイスである。さてと、お次はメインの焦がしバター醤油のジャーマンアボカド。マッチョ、めちゃくちゃうまっちょ。アボカドを炒めたことでホクホクした食感と甘みがたまらんこと。そしてアボカドの甘みとは反面、ベーコンの塩味とブラックペッパーのピリッとした辛みが絶妙にマッチョしておる。バターと醤油を軽く焦がして香りを引き立てたことで、口に入れた瞬間のインパクトも壮大。こりゃお酒が進むがな。さてと、ジャーマンアボカドを思い存分味わったところで、別の楽しみ方をご紹介いたしましょう。持ってきたのはトースターでカリッと焼き上げた食パン。食パンの上にジャーマンアボカドをたっぷりと乗せて食らう。 Oh my get together! これまためちゃくちゃうまっちょですやん。お酒にもパンにも糖質制限中にも万能なこのジャーマンアボカド、今回のレシピのダレウマッチョ採点やいかに。トリプルマッチョ、星3つならぬマッチョ3つ、織田裕二並みに熱苦しい。
さてといかがだったでしょうか。お酒にもパンにも糖質制限中にも万能な焦がしバター醤油のジャーマンアボカド、簡単なのでぜひ試してみてください。ごちそうさマッチョ。料理初心者から料理好きな方が集まるダレウマ部、ここではサークルのように楽しみながらダレウマとより近い距離感で料理上達を目指すことができます。料理コンテストやオフ会、ダレウマの限定レシピ公開など楽しいコンテンツがたくさんあるので、興味がある方はチャンネル説明欄から詳細をご覧ください。